はい、どうも、瀬の岡です。切り替えですか？皆さんは今3連休ですかね。僕は土曜日しかちょっと休みないんですけど、まあ僕の方は天気も悪いみたいなので、皆さんお出かけの際は気をつけてください。はい、この白猫ミステリーランドの探偵ガチャが、まあ、もうそろそろ、まあ、期限が迫ってまいりまして、僕一発目で一番欲しいフランを引けたんですけど、まさかこんなに回すことになろうとは、まあ、って言ってもそんなに回してないのかな、思いませんでしたね。まあ、ポンとかも欲しいんですけど、まあ、やっぱこのリリーがちょっとキャラ的にですね、まあ、見た目も好きなんですけど、取っておきたいなという感じなので、まだ掘ってない島を掘って手に入れたこのジュエルを使ってラストになるかもしれないですね。ちょっと回したいと思います。じゃあ11連でもうダウンロード入らなかったら終わりだな。では行きます。お願いします。お、お願いします。本当にとりあえず第一関門はクリアですね。お、珍しく6かな ?6 体ですね。うわ、そっちか。男コンプだったらなんかできそうですね、このゲーム。本当に。あのダウンロードザックだけかな。うわ、そっち。いや、ポン嬉しいけど、いや、だいぶすごい確率だな。これでリリー出たら奇跡なんだけど、そんな甘くないですよね。うわ、もう終わった感じだな、これ、きつ。うわ、嬉しいけど、なんかすごい複雑な気持ち。いや、欲しいキャラだけ残るパターンは、過去に多々ありましたけど。いやー、ポンは可愛いんだけどな。タヌキストのポンです。キュッキュッキュー。タヌキ可愛い。もうほとんど出たんじゃないのかな、これ。うわ、どうしよう。あと、まあ今もう日付変わって10月9日なんですけど、どうしようかな。また1日で貯めれるだけちょっと貯めてみます。って言ってももう10頭のハードくらいしか残ってないんですけど、あとはタウンミッションとかですね。なんかもう終えたら追います。動画にできなかったら、まあ、ツイッターとかで報告します、もし回したら。はい、では今日はこれで失礼します。バイバーイ。